はい、皆さんこんにちは。はい、困った時に110番の時間でございます。動物ビスケット食べる。ああ、コーヒータイムね。はい、まあ今日2本乗りぐらいかな。ちょっとね、軽く来た時で、まあいろいろね、困ったことって言うんだけど、なんだろう、最近ね、俺ね、Facebook その他もいろんなね、まあいろんな頼まれ事が多いんで、うん、まあそうそう。でね、僕らとしてはね、海をどんどん聞いてほしいし、頼まれたいしね、相談乗るんだけど、やっぱり乗りたい相談と乗りたくない相談ってのはあるんですよ、現実的に言うと。そう、これはね、ある意味は困ったなと思うこともあるので、困った相談と、相談によってはどんどん進んでいく相談がありますから、シリアスなやつ言ってみたいと思いますね。はい、まあ、恋愛相談、病気の相談、あと、深刻な相談もあったりね、イスラムからお金くれ相談とかね、もう本当にいろいろあるんで。沈みそうな船の時に。ありました。あ、その人の話もしたいと思います。じゃあね、とにかく人のこと全く気にしない人もいますけど、相談はしてくださいってことで言ってみましょう。はい、困った時の110番。だって前さ、カーニバルスプレンダーさ、もう沈んで大変だっていう時にさ、電話かかってきて、そっちも大変でしょうけど、それね、キキティの話なんだけど、もう一人同じ人物、うん、今回話する同じ人物、恋愛相談の人物ね、彼もやってきて、恋愛相談なんですよ。彼女と別れそうなんですとね、はい、それはいいんだけど、俺今船沈みそうで救出されてんだけど、いやそっち大変でしょ、こっちもっと、その時で上司となんとかじゃなかった。あ、それは上司の時だったかな、うん、うん、そう、その時は上司か、こっちはもっと大変とか言って、うん、でだからさ、俺船沈みそうなんだよね。それなのに、いや会社で上司と揉めちゃって大変なんですっていう相談は、あ、俺が船に沈むと、まさにロナルド・レーガンが救出に来てるのとどっちが大変なのかってところが非常に問題。彼にとってはそれより大変だったんだよね。まあね、だからさ、やっぱりね、いろいろあるんですよ。それでね、今来てる相談いっぱいあるの。相談じゃなくて、悩みを聞いてたら、じゃあ相談乗りたいよって俺が言った場合もあるのね、うん、でやっぱり一番困ったのはね、イスラム、エジプトから来てる相談で、うん、自分は日本語の勉強したいんだと、お金があんまりないんだと、うん、で大学通いたいんだけど、お金寄付してくれって、うん、頑張るよ自分で、うん、自分で頑張るよね。だからさ、これさ、レースしようないじゃん、努力しないよ自分でって感じだよね、うん、だから寄付しろと言われたってさ、うん、だってさ、ね、うん、そしたらもっと苦しんでる人たちいっぱいいるからさ、そうそうそう、自分でなんとかできる人たち、ただほらイスラムってのは日本とかアメリカにいる人間たちは特に日本人は優しくて裕福な国だから、うん、ね、イスラム教の教えは寄付をしなきゃいけないんだよってくるわけです。でも私たち違うから、そうなの、でもそれ違うは許されないから、イスラムにとって、うん、これみんな分かってほしい、イスラムにとって他の宗教は許されないの、まあ、そうなんだよね、そうそう、そんなのダメだって、他の宗教はね、うん、例えばイスラム教は心が広いから趣味でやってもいいよ、コプト教だったらと、うん、コプトというキリスト教だったら趣味でやっていいけど、うん、それ以外はだって禁止されてるんでしょ、うん、だからみんなあれなんだよ、心配すんなよと、アメリカの呪縛から解いてみんなイスラムにしてあげるよって言われる、だからあなたたちお金を渡しなさいっていうのがこれイスラムの考え方、ね、うん、これそうなん、はっきり言ってイスラム全部そうです、そういうもんだよね、うん、全イスラムそうだから、ね、日本にいるイスラムの人たちがね、テロがどうたらこうたって言ったって全部そうなんだよ、しょうがないんだよ、まあね、日本にいるイスラムの人たちもね、例えば移住してる人たちもさ、大丈夫、日本人心配しないですぐイスラムにしてあげるからと思ってるんだよね、思ってます、本当に。でしかもさ、ほら、アメリカのにこうあれされてるから、はいはい、イスラムになれなくてかわいそうぐらい思われてるから、これはね、イスラムなりたいわけじゃないんだけど、イスラムなめちゃいけませんよって感じなんだけどね、怖いよね、本当に。でまあその話は置いといたとして、うん、まあそれとね、もう一つルイス君っていうね、まあ僕のハマキ野郎と特に言ってるリングをやる人がいて、あの子ってあのおじさんの子供がなんか麻薬の更生プログラム入ってるんだって、うん、でマリファナを処方してるんだけど、要するに覚醒剤みたいなものをやっちゃって、まあ、アヘンかヘロインか分かんない、コカインか分かんないんだけど、それでもう大変なんだと、脱出させたいんだと、子供をね、うん、とにかく大事な長男を何とかしたいんだと、ただ月に2000ドルかかるんだよと、うん、だから何とかね協力してくれと、だからまあそれは彼はコミュニティを立てることを言って、コミュニティを立ててお金を集めなさいってことで、まあ一応ね話は進んでんだけど、俺たちができたってそんなにたくさんはできないしさ、こんなかかるものだったらね毎回いくらってことでしょ、だからそう言った。で日本から2つあったんだけど、1つは恋愛相談で、これがさ、だから電話でとかさ、何とかね、こっちの8時頃って、日本の8時頃電話して、7時頃とか8時頃電話して、こっち何時だと思ってんだよと、それは俺一つ言いたいんだよ ね、君人の都合を考えないよね、こっちの都合を考えてだからさ、恋愛相談になっちゃうんだよ、だから相談に乗ってやってもいいけど、うん、愚痴を聞いてるだけになっちゃったら嫌で、まあね、言う通りにやってほしいよな、うん、相談に乗ったら、ここが大事なんだよ、ね、まずね、相手のことを考えるっていうか、うん、時間何時とか、そういう配慮がなかったらやっぱり恋愛相談になっちゃうよ、うん、まあね、だから、うん、そのね、相談に乗ってやってもいいんだけど、やっぱり言う通りやってほしいことと、うん、来いよって、
ね、アメリカとは言わないよ、キヌガーでもこれ温泉で、ね、話そうと、ね、例えばイベントに来てもらっても周りがいたら話せないじゃん、ね、だから温泉来るのが一番いいのよ、うん、本当分かりやすいんだ、うん、温泉で話すの、ね、うん、て24時間いる時間があるから、その中にね、うん、自分の時間を何分とかねもらえることあるけど、1時間しかないね、大勢でいる共有する時間を自分のためだけには使えないからね、うん、そうなんだよ、うん、まあだからね、あの変な話だけど、まあそこのところを考えた時に言いたいのは、うん、いろんな相談乗ってやるけど、だいたいそういう相談事もちっかけてくる人たちっていうのは、その彼女に不満があるとかあるんだけど、うん、自分に問題があること分かんないじゃないね、そうだよ、その相手の都合を考えないでそんな電話してるようじゃね、はい、ダメですよ、でこれはあの僕のね、大事な大事なね、あの本当友達からの話でもう一個あるんだけど、やっぱ病気になっちゃったと、多分あの会社の鉄拳士じゃないの、会社とかね、それで結構まあ深刻に受け止めてると、うん、まあ、いわゆる肺に影が見つかってっていう例のタイプだよね、うん、で、重要な問題ってね、僕ね、この話をしていろんな人と話すと、必ずみんな言ってるのは、どこの病院行ってんの、地元の大きい病院行ってます、うん、ね、あのこれ普段ダメだから、大きい病院って、うん、ね、病院によって運命変わると思う、病気ってのははっきりしてて、この病気にはこうしたがいいとか、この先生がいいとか、またはその先生も相性ってのがあって、先生とね、患者ってのは、だから有名な先生だから治るわけでもないし、でっかい病院とか治るわけでもない、ででっかい病院ってどのぐらいでっかいんだろう、東大病院とか慶応よりでかいのかなっていうのが地元の大きな病院なの、うん、松戸なんとか病院とかさ、札幌なんとか病院とか、埼玉なんとか病院は、うん、全部ダメなのよ、悪いけど、その先生たち。でっかいだけじゃねえ。敷地が広くてでかいだけっていうのじゃ意味がない。そうそう、だからね、病気ってね、まあ、美羽ちゃんなんかも体験でいろいろ分かると思うんだけど、うん、あのどういう治療が一番ベストかっていうことを、うん、お医者さんによって処方を持ってるのが違うの。そうね。だから、例えば僕が胆石になった時に、あの時間がないから手術できないっていうね、部分があったと。で、最初にその一定者は、俺は胆石だって言わないで、胃潰瘍だって言ったよね、医者は。全然違うじゃん、いやいや私は胃だと思いますね、だから胃じゃないんですよって言ったらね、うん、だから胆石なんで、その石を特定するために自分は太ってるから、うん、でエコーじゃ効かないから CT を取ってくれって言って紹介状書いてもらったって言ったんだ、うん、そしたら、いやあの CT だってね、そんなもんね出るとは限らないんだし、私いいエコー持ってたから、だからそうじゃなくて、もう医者行っててそこに来てて、だってエコーの専門医だから、うん、ね、それで行ったんだよ、で言ったら、あのいや他の胃だと思うんだけど、見たらやっぱり出たんで石が、うん、で柳田さん出ましたよ出ましたよ、だから自分の手柄のように言ってんじゃん、ね、自分の手柄のこれどこだか言っちゃう、なんだっけ、なんだっけ、都立広尾病院だっけ、で、あの後にじゃあいつ切りますっていうの、えちょっと待ってくださいとね、自分時間がないから切るんじゃなくて他の治療とかあるじゃないですか、他の処方ね、超音波で破壊するとかいろんなのある方法を取ってもらえませんかって言ったら、うん、いや俺外科だからね、切ることしか考えるわけないだろうって言った、それもまた大変だな、あ分かりました、じゃあどっか他紹介してください、でセカンドオピニオンで、うん、ね、そして昭和医大っても紹介してもらったんだけど、うん、そういう瞬間に不機嫌なんだよ、あそうなんだ、そうそうそう、だからこれね、あの今日ねいい牛肉入ってんだけどねって言ったら、いや今日牛じゃなくて鶏が食べたいんだよって言ったら、もう機嫌悪くみたいなもんで、なんかさ、だからね、勘違いしてるのお医者さんって、だからだ、ね、でお医者さん、僕のいっぱい友達っていいお医者さんもいるけど、悪いお医者さんの中では、要するにあの当直でさ救急やったんだけど、麻雀やってる最中でね、あの、うん、休館さん見たくないからって言ってそのままいないふりして返したとかさ、そんないっぱいだ、それで当直台使ってマジックのドン買ってるアホタレさんとかね、いっぱい、うん、でね、自分の病気が何だか分かんなくて、奇病だと思って行ったらインフルエンザだったとかさ、変なお医者さんもいっぱいいるわけ、他の病院行くなよって言いたいんだけどさ、まあね、まあだからね、それも含めていろんな病院どこがいいかっていうのあるわけ、だから一つの例として考えたら、東海大学、これそれを詰めるわけじゃないんだけど、そこで成功した例っていうのは、あのやっぱり良い抗がん剤が当たって、うん、そしてね、それプラス放射線治療が入ってる、ね、もうステージ4でも関係なくもうね治ってると、だから良いあの抗がん剤って大事で、相性があるから、いろんな抗がん剤を研究して試して、で抗がん剤ってそんな何種類も持ってないから、製薬会社と契約してるから、うん、病院が、だから当たんなかったら違う抗がん剤を持ってるところをインターネットから探していきゃいい、そうだね、やっぱね、がんの名医とかちゃんと調べるといいと思う、そうだからね、名医ったって、うん、要するにあの合わない人いるから、そこはあれしないでね、どの治療ね、で外科がベストではないです、外科はどっちかったら最後の手段よりも悪いもので、うん、だから手術しないで治すのが今のがんの最先端だと思いますね、移るからね、移るから転移するから意味がない、はい、まあそんなわけでね、まあいろいろ話しました、だからいろんな症があるけど、私と一緒に病気の話をした人たちはほとんど問題なく治ってるということでね、いろんな方法がありますから、皆さんもね研究してくださいって、相談いくらでも構わないですよ、ただ言ったらあの守ってほしい、そしたら僕は治したからいいんじゃないですか。
ということで、また来週ね、どこで話すか分かりませんが、はい、さようなら。どうもありがとう、はい。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。